はい、こんばんは。小5英語ですね。次回が来週まとめのテストです。ということでですね、今日はね、テキスト34ページ。まあ一応34ページまでをテスト範囲ということになります。で、そのテスト34ページがおさらいテストっていうことになってますのでね、今月やった内容が、まあ、まとめ的なね、ところになってます。はい、ですからこんなところを確認することでね、このテスト対策にもなるかなということではございました。はい、ですので34ページの問題でした。まず1番は、はい、それぞれね、ちょっと問題文はね、省略しちゃったんだけど、日本語にしてみましょうという問題です。I am Nancy。それから、Are you Tomoko。そして、I am not Satoru。で、それぞれ、まあ、今回は、今月はね、I am とか、You are とかっていう文章を中心にやってきたんですよね。はい、ですから、じゃあどんな意味になるんだろうっていうことですよね。はい、I am Nancy。これ、Nancy っていうのは人の名前。はい、I am 何々で、私は何々ですでしたよね。はい、ですので、私は、はい、Nancy です。で、なんていうふうな意味に、はい、なりました。ね、はい、次どうでしょう。ああいうともこ、はい、ともこはともこ、やはり人の名前ですね。はい、で、you are で、あなたは何々ですっていうのをやって、それの疑問文っていうやつですね。何々ですかのパターンです。はい、ですから、あなたは、ね、あなたは、はい、ともこか、ともこですかで、なんていうような、ね、こんな意味になってくるのということでした。続きましては、I am not Saturn。はい。ということで、こんなところに、not なんていうのが入ってくると、どんな意味だったかな？何々ではありませんでしたね。はい。ですから、私は、はい、Saturnでは、はい、ありません。ね。なんていうふうな、はい、そんな意味になったよ。ということでございました。続きまして、2番では、いわゆる be 動詞というね、am, is, are のいずれか、どれが入りますかっていう問題です。はい、それぞれ主語によってね、私はとかあなたはとか、こういった主語によって、その am を来るか、are が来るか、is が来るかっていうのが変わってきたわけですよね。はい、そこでじゃあどうするかっていうと、はい、まず、I。I なの時はですね、I の時は何を使うんだっけかな、まあ、ここら辺にありますけどね。はい。am なんていうのを入れた。私は何々です。I am 何々。you の時はどうしましょう。はい。ね。あなたは何々です。はい。you are と、are というのを入れたんですね。それから、that の時はどうしよう。あれ。あれは私の机です。なんてにしたいんだ。はい。yes。ね、はい、それから this の時はどうしよう。はい、例えばだからこれはあなたのコンピューターですなんていう風にした。やっぱり is を入れてあげようということでした。 I の時は am、 you の時は are、 それ以外 is を入れていくっていうのがとりあえず今のところの、ね、ではそんな風に覚えておいてもらえればいいと思います。I の時は am、 you の時は are、 それ以外 is が入るよと今のところは覚えておいてくださいませということでした。はい、そしたら3番です。今度は穴埋めですね。はい、それぞれこんな僕は次郎ですね、なんていう風にしたい時、さあどうしようかということですね。まあ今やってきましたけれどもね、英語では僕とか私とかね、これみんな同じく I を使って表現します。はい、ですから、私は何々ですと同じですね。I am ジロー。なんていうことで、僕はジローですとなった。また、私は夏子ではありません。はい、否定文ですね。さっき和訳するときもありましたけれども、はい、ね、何やら not っていうのを入れればよかった。まず、I だから、am という be 動詞が入ってきて、その後に not、not というのを入れてあげた。I am not 夏子。で、なんていう風に書いてあげることで、私は夏子ではありません。なんだね。はい、あなたは真由美ですか？聞いてます、聞いてますね。はい、あなたはっていうのは、you are 何々っていうのがあったね。それの疑問文というのが、やはりここでちょこっとなんかさっきあったけれど、はい、そうなんです。you are の are を前に出してあげるんですね。はい、are you と、ね、いう風に書いてあげて、are you 真由美なんていうことであれば、あなたは真由美ですかとなったわけですね。はい、そしてはい、そうです。答えです。はい、だから、yes でいいでしょう。
で、I は入ってるね。はい。ですので、I に対しての B 動詞、am を入れてあげればいいでしょう。ということでございました。ということで、今回は I am, you are、ね、それぞれ否定文、not が入るもの、それから何々ですかという聞く疑問文というようなところが、話題の中心ではございました。あとはとにかく対策のプリントね、単語、曜日が出るんです。日月火水木金土、あれちょっと難しいね。はい。ですので、まあ、一生懸命練習してもらって、はい、100点ぜひとも目指してくださいませ。また授業の中でも言いましたが、ワークの中からもなんかが出るような気配がということですのでね、やったところ見ておいてくださいね、ということではございました。はい。では、今日はこんなところでございます。次回、来週まとめのテストです。頑張ります。